広報推進員の土井沙耶香ですこのコーナーでは岩見俊勝姫路市長とともに市政の現状や課題取り組みなどについてお伝えしてまいります今回は8月が人権文化を進める市民運動推進月間であることにちなんで人権をテーマにお話を伺います市長よろしくお願いしますよろしくお願いします 私を含め、人権というと何か難しい印象を受ける方が多いように思いますが、市長、改めて人権とはどのようなものでしょうかはい、えー、人権とは、すべての人々が生命と自由を確保して、それぞれの幸福を追求する権利、あるいは人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持っている権利であります。 誰にとっても大切なものでして日常の思いやりの心によって守られなければならないものです人権とは難しいものではなくて誰でも心で理解し感じることのできるものです8月は人権文化を進める市民運動推進月間ですがではこの人権文化とはどのようなことを言うのでしょうか人権文化とは 人権尊重の理念が家庭地域職場学校などにおいて生活文化として定着していることです皆さんの身近にあるピクトグラムを例にとって考えてみましょうピクトグラムとは何らかのの情報や注意を伝えるものです一般に絵文字絵単語などと呼ばれるもので駅や学校病院 商業施設など多くの場所で使用されて私たちの生活に定着していますピクトグラムを使うことで一人でも多くの人たちに理解してもらえるよう気遣うことが私たちの生活に定着していますこれは人を思いやることつまり人権尊重の理念が文化としてまちづくりに定着している一つの例といえますね 現在人権文化を進める市民運動推進月間に関連したイベントが姫路市内で行われていますねはい主なものとしては姫路市内の小学校中学校高等学校から募集した人権ポスターと標語の特選作品をもとに作成した人権啓発ポスターを市内の各自治会に掲示しています また特選作品の標語で横断幕や懸垂幕を作成して市役所や地域事務所などに取り付けています。また先日8月6日には文化センターにおきまして「人権の集い」と題して「幸区」で人権教育の推進にご尽力いただいた方々への表彰式や 数学者で大道芸人でもあるピーター・フランクルさんを招いて講演を行いましたより多くの人に人権問題を身近なものとして感じていただけたと思っております姫路市では人権に関する課題の解決に向けた政策の一環として人権啓発センターを設置していますねはい、人権啓発センターはイーグレ姫路 の4階にありまして人権についての学習・研究の場の提供や活動の支援人権情報の提供などの事業を通じて人権の意義やその重要性日常生活の中での人権感覚や人権意識の大切さを発信しています私たちが人権について身近に学習できる施設なんですね。 はい人権啓発センターでは年に8回人権学習地域講座を開催することなどを通してより多くの人に人権問題を身近なものとして感じてもらうために人権についいてて学習すする機会を提供しています現在開催中の展示としては人権ポスター人権標語 特選入選作品展を10月31日まで開催しているほか11月には人権啓発展も開催します私たちが差別やいじめ嫌がらせなど人権に関する問題で困ったときにはどこに相談すれはい姫路市では市役所2階にある人権啓発課や 先ほど申し上げた人権啓発センターで人権に関する相談を受け付けているほか市役所1階にある市民相談センター駅前市役所安富事務所などでも毎月決まった日に人権擁護委員による相談窓口を設置していま,すまた「みんなの人権110番」では電話での相談も受け付けています。 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時15分に人権擁護委員が無料で相談を受け付けています姫路市では人権に関するさまざまな施策が集められていますね姫路市では今後も市民一人一人がお互いを思いやる気持ちに満ちた人権尊重のまちづくりを推進するために いろいろな事業を展開してまいります市民の皆さんも人権に関心を持ちどうすればみんなが心豊かに暮らせるかを考えてできることから行動してみましょう今回は人権をテーマにお話を伺いました視聴ありがとうございましたありがとうございました